前奏曲、コラールとフーガの短調は、セザール・フランクが作曲したピアノ独奏曲である。プレイルード、コラールとフーガとも呼ばれる。1884年作曲。1885年1月24日に、国民音楽協会において、マリー・ポワト版の演奏で初演され、同年にエノック社より出版され、ポワト版に検定されている。ガブリエル・ピエルネによる、 オーケストラ編曲版も存在する。1845年以降ほとんどピアノ曲を作曲していなかったフランクにとって約40年ぶりの本格的なピアノ独創曲で、バンサン・ダンディによると国民音楽協会への出品作にピアノのための対局が少ないことが作曲の背景にあったという。フランクのピアノ曲のうち最も知られている作品であり、ヤシロ・アキオは 数年後に作曲された前奏曲、アリアと終曲とこの作品を、どちらもピアノ音楽における第一級の作品であるとともに、姉と妹のような関係と述べた上で、純音楽的な完成度では譲るもののピアニスティックな効果ではこの作品が勝っているとする。コルトは、天才の表現力が本来は、瞬間なものである形式を人間的なものにし、柔軟にしこれによって、 フランクの作品は我々に対し、悲壮でかつ抵抗しがたい支配力を振るうのであると、評しており、またダンディはこの作品が、前奏曲とフーガの形式の刷新に、大きな役割を果たしたと述べる。対して、カミー・ユサン・サーンスは、ダンディの著書、作曲法講義を扱った文章の中でこの作品に、触れ、不定裁で弾きにくい曲だ。この曲では、コラールは、コラールではなく、 フーガは、フーガではない。なぜなら、フーガは、主題の提示が終わるや、否や元気を失い再現のない脱線によって、続けられるのだからと評している。前奏曲、コラール、フーガの三曲からなるが、主題は連冠しておりそれぞれは、切れ目なく演奏される。ダンディの証言によれば、はじめフランクは、ヨハンゼバスティアン・バッハに習った、前奏曲とフーガの形式で作品を構想していたが、 後にコラールを挿入することを思いついたという。フランクは多くの作品で3部分構成を採用しており、自分に一番向いていると感じている形式だった。モデラート、ロタンチョウ、4分の4拍子。二つの主題が交互に現れる ABABA の形式。バロック時代の組曲の前奏曲を下敷きにアルペジオに乗ってバッハ主題と類似した主題が現れる。 続いて、風雅の主題を想起させる旋律が提示され、冒頭の主題が2度目は、A え、単調、3度目は、と単調で現れて、静かに、コラール部へと続く。フレー1、フレー2ポコピウレントに速度を落とし、これも風雅主題を暗示する変歩調調の穏やかな導入句が始まる。続いて、破単調で静かに提示される、コラール旋律は、その後へ、単調、 変歩単調で現れ、音量を増してゆく。コラールの前後に導入句や、挿入句を持っているため、ヤシロ・アキオはこの部分を、コラールそのものではなくコラール変奏曲、または、コラール幻想曲と形容している。コラール旋律は十字型の恩恵により、ダンディは、リヒャルト・ワーグナーの、パルジファルに現れる、鐘の動機との類似を、アルフレード・カゼ、ラは 平均率クラビーや曲集第1巻第13番前奏曲の一部との類似を指摘している。フレーサンポコアレグロに速度を速める移行部が置かれ、フーガの主題を予示しながら変歩単調から、露単調への転調が行われる。露単調に戻ると、フーガが開始される。半音快的に加工する主題は、バッハのカンタータ第12番、泣き、嘆き、悲しみ、おののき、 あるいは露炭超ミサの十字架につけられの低温との類似が指摘されている。まずはテノールに首相が現れ、あるとソプラのバスの順で主題が提示される。推移を経て二丁丁でもう一度主題が提示される。ここまではほぼフーガの提携通りであるが、これ以降はフーガの提携を大きく外れ、自由に変装を行う。 クライマックスに達するとか電車風のアルペジオが現れ、ロ単調でコラール主題が復帰、やがて風ガ主題と対位法的に組み合わされる。コーダはロ長調となったコラール主題で高らかに曲を締めくくる。フレイヨンナをこの初演の日付はダンディの証言によるものであり、アルフレッド・コルトーは1月25日が初演だったと証言している。A.B. ハフ、スティーブン、フランク、 ピアノミュージック。2018年5月14日閲覧。独創曲としては、1865年の商品、人形の嘆き M20 があるのみである。ダンディー、ヴィンセント、セザール・フランク、A トランスレーション・フロム・ザ・フレンチ、ジョン・レーン、ピアニッシモ、161から162、https、アーカイブ、org、ディテールズ、チャー・フランク・トラン・レイ・レイ・インディー、 ハット・ハイネマン、エルンスト・キュンター・プレファス。2018年5月14日閲覧。A.B. アルフレッド・コルトを安川・サダオ、安川・カズコ役。フランスピアノ音楽1、音楽の友者。ピアニッシモ80から81、レイ・デイズで、M. ビンセント・ダンディとレビット、ジョン・アサイ・カオリ役。フランク・セザール。ニューグローブ世界音楽大辞典。 15、柴田奈美を演算一行総監修。音楽の友者。P240 ここで挙げた主題に基づいて、リストは1862年に変奏曲を作曲している。ありがとうございます。